こんにちは、きななです。ちょっと窓を開けてるからセミが鳴いておりますが、夏本番です。この間の動画で差し込み芯を使ったものを作りましたが、あれはまあたまたま作ってるものがあって、その時に差し込み芯が届いたからちょっと試運転してみたという感じでね、使ってみたんですが、まあもともとあまりこの説明書というものを読まないたちでね、突然使っちゃうんですが、このミシンもまあ難しい仕組みのものだけど同じようにやっちゃって、でもちょっと危険やなと思ったんでね、この高いミシンを壊してしまったらダメやなと思って、ちょっとパラパラとめくってるんで動画に撮ろうかなと思いました。まあ、私と同じようにね、欲しいけれども悩んでるっていうね、リスナー様もおられると聞いたのでね、まあざっくりとどんな感じかなっていう風にして、私も説明できるほど熟知はしてませんが、と動画に撮ろうかなと思いました。もともとね、この差し込み芯ってどこの会社のミシンやろって言ったら、ベビーロックっていうのはもともとね、山形で、作られたロックミシンの会社みたいです。日本の会社ね。でもこれはもう世界ブランドで世界で愛用されている、まあ、ロックミシンの会社ですね。まあ、ロックミシンってすごいピンからキリまであって、一番高い私が知ってるので異邦人っていうやつだったかな、すごい機能があるんですよね。あ、でも講習受けないとちょっと全部使いこなせないやろなっていうぐらいあるんですけれども、まあ、そこまで使いこなされないから、私はまあ適当に7、8万のロックミシン、お洋服用にね、4本糸かなで買ったんですけども、まあそれもまあ大変仕組みが難しくて、4本あるから4本通さないといけないんですよね。下糸が自動で通るやつにしました。ちょっとお高いけれども、それをもう手で通してるとね、もう大変だから、まあ、そんな感じでロックミシン持ってるんですけども、この差し込みミシンもずっと欲しくて、どんなんか言うたら、これパンフレットお見せしたら一番わかるかな。言うたら日本の差し子がアメリカのパッチワークに値するんですよね。キルティングがね、こんな感じですね。でこれがミシンで寝るという画期的なミシンという、この存在を知ったのが私も2年前でね、その時にお値段聞いてびっくりして、ここ書いてますが、ちょっとお値段上がって定価24万8000円、税込み27万2800円ですね。パリも私にとったら清水の舞台から飛び降りるぐらいの勇気がいったお買い物です。まあ、どうしてもね、必要性を感じてね、購入しました。動画で作ったあのタペストリーですね。まあ、動画でするのはミニタペとか1メートル以内のタペストリーばっかり作ってました。それがもう溜まってきてね、トップばっかり でキルティングを始めてるものもありますけれども、これいつになったら終わるんやろって言うてね、思って、まあ年齢がもう60超えたので、寿命を考えてもね、長生きしたとしてもまあ20年、まあ、30年もよう生きないと思うんで、できるかなという感じでね、どうしてもね、完成させてこの世を去りたいというそんな感じを思ってたので、こんな風にしてやってみました。やってみないとわからないのでね、こういう風にして、手縫いと同じような感じでミシン目が映ってます。で、まあ、色とりどりのこの糸はね、こういう感じのおしゃれな糸でやりました。1本入れてこういう風にして、ハンドキルトと同じようにしてミシンを動かしてキルティングをしてみました。まあ、これが正しいのかわからないですけれども、まあ自分のやり方でいいかなと思って、まあ、私はもうキルティングはこの縫い目の両端2ミリぐらいのところをね、ハンドでも入れるので、ミシンでもそういう風にしてます。そして周囲は斜め格子にして入れました。90センチぐらいのタペストリーですけども、あっという間に仕上がったので、こんな感じで完成してます。約2日間かな、ありました。このミシンは裏地までしないで、トップと綿の状態でするみたいです。どうしてもね、針目が後ろにこんな感じで通るから、糸がここで終わるんですよね。これ私もプチプチと切っちゃいましたが、切ったらダメやったみたいですね。ちょっと残さないと戻ってくるみたいで、切るときはちょっと残して切るか、もうこういうふうにして糸を渡して縫うので、この渡った状態で置いとくのがいいみたいですね。これ練習したものですが、こんな感じで1目一緒ですね、手の糸針が渡ります。普通のミシンは上糸と下糸で縫いますが、差し込みミシンは下糸だけ、ボビンのね下糸だけで縫います。
それをこう引き上げて、こう手縫いと同じような動きで縫っていくという特殊なミシンです。こうしてゆっくりとカーブを縫うこともできるし、押さえ圧をすごく緩くしたらこう生地を回していけるので、こんな感じで縫えます。で、まあ、説明書も入っていて、それに伴ってね、糸ですね、糸が前から欲しくて、欲しいというのは仕入れたいということでね、ちょっと持ってきていただいて、まあ、これはオリジナルの糸で、こういう段染めの糸、こういうのを使ったらね、差し込み芯きれいに縫えるということなので、下のボビンケースに巻き付けたやつが8個入って1000円で売ってるみたいなんで、ちょっとこれを仕入れてみようかなと思います。彩り50っていうみたいです。まあ、カラーバリエーションがこれだけあって、たくさんあるので結構巻いてて900円ということでした。こんな感じで糸、色とりどりのレインボーキルト糸とか、こういうのがあるから、ベルニナミシンを持ってた時というのも30年前でも壊れて、今はね捨てちゃって手元にありませんが、こんなねキラキラの糸もね、たくさん残ってるんですよね。でこの間ね、この糸を使って差し込みミシンしたら、まあ切れるわ切れるわ、これ多分これ風邪ひいちゃってるんですよね。耐えれないんですよね、引っ張りに。だから糸もね、あ、風邪ひいてる。糸もたら30年も経ったら風邪ひきますよね。まあどうしようかなという感じですが、こんなキラキラもあるし、こういう段染めのこういう、これも多分風邪ひいてるんじゃないかな。うん。あ、こういうのもあるんで、こういう糸をまた新たに買おうかなと思ってます。まあね、一つミシンが増えたら、これだけで楽しみが増えるっていうのはいいことやなと思います。パッチワーク、ホトン、こんなんもあるみたいなので、フジックス、まあ夢広がりますよね。こんな、お店屋さんみたいなこんなんに入れてね、ちょっとずつちょっとずつ大きくしていこうかなと思ってます。これ、スーちゃんなんですかね。もうおしゃれなお洋服を着た女の人、これね、メルカリで野田タカが作られたものを、ね、出てたんでね、買ってしまいました。あまりにもね綺麗に作られてるから、まあ画像上ではわからなかったんですけれども、まあ、実際これだけね、スーちゃん、まあスーちゃんと呼ばせてもらったら9人いて、2300円でウィンナーしてはったから、まあすごい買おうと思って、接着芯が貼られてて、こうここをね刺繍でステッチ入ってるんですよ、落としきると思って。まあ、国産の生地やなとも思いますが、これは国産かな。生地がねすごく懐かしくて、ちょうど私ぐらいの年代の方なんだと思います。この生地も持ってたし、この生地も、この生地この間使ったやつかな、まあ国産の生地かもしれないんですが、これは私作って2300円ではよう売らないわというものが売りに出されてたので、これはね3枚か4枚ありましたね。全部売り切れ出て、これともう一つ残っててこっちにしたんですが、まあ人様のものを起こして買ったのは初めてです。あまりにも素晴らしいもので、お値段がそこそこお安かったし、自分では作れないなと思ったから、こんな感じでね、スーちゃんでもこういう、なんていうの、背の高いスーちゃんっていうんですか、もうすごいおしゃれやなと思うんです、作りたいなと思うんですけど、なかなかできなくて、なんでやろう、かわいいスーちゃんの方に行っちゃって、で買ってみたんで、ね、こんなものあって、まあここにずっと差し込み芯でキルティングしたら可愛くなるなと思って、普通綿を分けてふわっとさせて、このスーちゃんたちを浮き上がらせたらね、すごいおしゃれになるなぁ。あの人様のものを買ったのは初めてなんですが、すごいいい経験になりました。綺麗に作られてる、うん、
メルカリではもう生地は買いませんが、時々こんなものとか、今メルカリで買ってるのはね、昔のキルトジャパンの本いっぱい出てたんで、6冊ぐらい買いました。お安くね出てます。多分もう私ぐらいの年代の方、もうちょっと上の方がもうパッチワークしないわっていう方か、まあお嬢様かお子様がそのお母さんの本を引き受けてね、メルカリで出しておられるんかと思います。バックナンバーすごくお安く出てるのでね、そういうのを見て楽しむっていう。まあ中はね、やっぱりね、古いですね、年代物の技術とか年代物のパッチワークのパターンなので、あんまりそれを見て作りたいと思わないんですが、ちょっとね、見るだけの価値がありますよ。懐かしいなとかね、そういう思いで見るのが今すごいハマってます。こんな感じで近況報告かな。では、刺し子ミシンを手にしたらね、やっぱミシンついてきて、職業用ミシンはあるんです。ロックミシンもある。ないのが家庭用ミシン。まあずっと欲しかったんですけども、まあなんとかやり過ごしたんですが、ここに来てね、どうしてもいるっていう。次にやりたい課題のものがね、ジグザグ軌道のあるミシンがいるんですよね。なので買おうとしてるんですよね。ミシンばっかり買ってるわーっていう感じですが、こんな感じの近況報告です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。